はい、マリオット TV にようこそということで、今回はマリオットボンボイ2023年 Q1 グローバルプロモーションを解説します。2023年2月から4月に実施されるマリオット恒例の Q1 グローバルプロモーションが発表されました。じゃんということですね。こちらですね、これは皆さんおなじみの W 大阪のエントランスですよね。このプロモーションですが、1泊ごとにボーナスで1000ポイントとエリートナイトクレジット1泊分が獲得できるんですよ。これはビッグニュースですよね。この動画ではこのプロモーションの内容の解説と登録方法、それから活用方法までしっかり解説しますので、ぜひ最後までご視聴ください。ちなみにこのチャンネル、ホテル YouTuber マイラー TV はマリオットボンボイ専門チャンネルになります。マリオットボンボイ活用、マリオットボンボイアメックス活用、ホテルレビュー、ホテルルームライブ、そして旅のお得な情報なども発信してますので、ぜひチャンネル登録をバシッとやってお待ちください。それでは解説いってみましょう。 2023Q1 グローバルプロモーション Delight in the Unexpected and Twice Each Night ということでですね、直訳すると予期せぬことに喜びを2倍の夜を稼ぐなんていう風にも読み取れますけども、このプロモーションの中身しっかり見ていきましょう。2023年 Q1 グローバルプロモーションの内容ですが、まずキャンペーン期間は2023年2月7日から4月23日。この間に対象となる宿泊1泊ごとに1000ポイントプラス宿泊実績1泊分が付与されます。そしてこのプロモーションは要事前登録ということですね。必ず登録が必要になります。登録期間は2023年4月9日までという風になってますけども、このプロモーションは登録後の宿泊が対象になりますので、この動画を見終わったら今すぐマリオットボンボイで登録を済ませてください。登録方法はこの動画で解説しっかりしますので、続けてご覧ください。またこの Q1 グローバルプロモーションは2月7日から4月23日の間ということですね。プロモーション期間は75日あります。なのでこのプロモーションによって獲得できる宿泊実績は最大75泊分なんですね。まあこんなにいるかって話もありますけどもね、理論上は最大75泊分を獲得することができるわけです。ではこのプロモーション細かいところを見ていきましょう。注意事項なのでしっかりお聞きください。 2023Q1 グローバルプロモーションの注意事項なんですが、まず対象となる宿泊ですね。対象となる宿泊はマリオットボンボイ参加ホテルでの宿泊になります。またマリオットボンボイでの予約宿泊が必要になります。第三者経由での予約は対象外になりますね。注意してください。また対象となる宿泊は宿泊費の支払いを伴う宿泊になります。いわゆるキャッシュでのプランを予約して宿泊する必要があるわけですね。またこれ繰り返しになりますけども、プロモーション登録後の宿泊が対象になりますので、必ず登録を済ませてください。逆に対象とならない宿泊の一例なんですけども、まずはポイント宿泊です。またキャッシュプラスポイントでの宿泊も対象外になります。そしてマリオットボンボイ以外での予約での宿泊も対象外、また登録前の宿泊も対象外になりますので、必ず登録は今すぐ行ってください。そしてこのプロモーションで獲得できたポイントと宿泊実績の付与タイミングなんですが、チェックアウト後7営業日以内という風になっております。ご理解いただけましたでしょうか。では登録方法を見ていきましょう。こちらアプリとホームページ両方のやり方をご覧いただきたいと思います。まずアプリの方ですね、モバイルアプリの方なんですが、アプリを立ち上げますとこのようなトップ画面になると思います。この下の右にあるアカウントというアイコンをタップしてください。するとですね、アカウントの情報が出てくると思うんですけど、それを下の方に少しスクロールしていくとですね、こちらプロモーションということで W 大阪のエントランスの写真が出てきます。このバナーの中にある詳細というボタンをタップしてください。するとですね、このプロモーションの詳細画面が表示されますので、この下にある登録というボタンをタップしましょう。するとですね、登録完了ということですね、このプロモーションへの登録が完了しましたというメッセージが表示されます。これが確認できると登録完了の印になりますんでね、よく確認してみてください。登録が完了しますと、その上に最大75泊ということでゲージが表示されます。2023年2月7日からの宿泊をすることで、ここに獲得ポイントと獲得できた宿泊実績が表示されるわけですね。ちなみにこの画面下の方にもう少しスクロールしてみてください。するとですね、細かい規約が表示されております。これ必読なんでですね、必ずこれを読んだ上で、このプロモーションを理解した上でこのプロモーションを利用するようにしてください。ではホームページの登録の方法も見ていきましょう。 www.mariot.co.jp を開いてログインをして、右上の自分のアカウントの名前のところをタップしますと、このようなアカウントのメニューが出てきます。私現在アンバサダーエリートということで、皆さんの現在のエリートレベルが表示されます。その下のところにですね、プロモーションというメニューがありますので、こちらをクリックしてください。するとですね、プロモーションセントラルの画面が出てきますけども、それを下の方にスクロールしていきますとですね、このような W 大阪のバナーが表示されますので、登録というボタンをクリックしてください。するとですね、プロモーションのページがドーンと表示されますので、こちらにある登録というボタンをクリックしてください。するとこれで登録は完了となります。そしてその下には達成状況ということですね、ここの部分だけ拡大しますと、
このような表示になりますね。達成度胸現在までの獲得ポイント泊数をご確認くださいということで、このプロモーションの利用状況のゲージが表示されます。この画面も下の方にスクロールしていくとですね、このようにプロモーションの内容の解説と細かい規約がありますので、これ必ず読んだ上でこのプロモーションに取り組むようにしてください。では最後にこのプロモーションの活用について解説をしていきます。このプロモーションなんといっても宿泊実績が2倍ということで、より高いエリートステータスの獲得が狙えますよね。皆さんもお考えになったんじゃないかなと思いますけども、具体的にどのように獲得していくのか見ていきましょう。こちらがマリオットボンボイのエリートステータスと獲得条件になります。マリオットボンボイはシルバー、ゴールド、プラチナ、チタン、アンバサダーというエリートステータスがありまして、それぞれに獲得条件があります。特に皆さんこのプロモーションで狙いたいところはここなんじゃないでしょうか。プラチナエリートの年間50泊での獲得か、あるいはチタンエリートの年間75泊での獲得というところ、この辺をターゲットにするのが多くの方なんじゃないかなというふうに思いますけども、これ具体的に何泊すればいいのか皆さんにお伝えしたいと思います。ちなみに今年2023年に獲得したステータスはなんと2025年の2月末まで有効ということなんでですね、狙いたいエリートステータスがあれば早めに獲得すればするほど長くそのエリートステータスの特典を楽しむということができるわけです。ちなみに参考としてプラチナエリートとチタンエリートの代表的な特典を見ていきましょう。プラチナエリートなんですが、獲得条件は年間50泊、ボーナスポイントは 50% になりまして、レイトチェックアウトは空室条件によりますけども午後4時まで可能になります。またアップグレードですね、お部屋のアップグレードについては一部のスイートルームを含むアップグレードが空室状況によって可能になります。またこちらも大きいんですけども、ウェルカムギフトということでポイント朝食アメニティから選ぶことができます。無料の朝食がいただけるんですね。なお一部のブランドは朝食は選べません。そしてラウンジアクセスということで、プラチナエリートで利用可能なクラブラウンジがあるホテルではクラブラウンジを使うことができるんですね。そして50泊を達成すれば年間チョイス特典が獲得できますので、5泊分の宿泊実績もしくはスイートナイトアウト5泊分などが選ぶことができます。年間チョイス特典何か知りたい方は過去動画にありますので、そちらを参考にしてみてください。それからチタンエリートですね、こちらは年間75泊をすることで獲得できるんですけども、チタンエリートの場合はボーナスポイントが 75% になりまして、アップグレードはリッツカールトンブランドのスイートを含むアップグレードが空室状況によって可能になります。ウェルカムギフトとラウンジアクセスは同じなんですけども、75泊を達成すれば年間チョイス特典ということで、75泊達成自分の年間チョイス特典をさらにいただくということができるわけですね。ではこのプロモーションを使ってまずプラチナエリートを獲得するためには何泊すればいいのかということを試算しましたので、そちらをご説明したいと思います。プラチナエリートの獲得なんですが、すべてこのプロモーションを使った宿泊で達成する場合には25泊をすれば25泊が倍になりますので、50泊ということでいきなりプラチナエリートが獲得できるわけです。25泊するだけで獲得できるわけですね。またマリオットボンボイアメックスプレミアムカードお持ちの方いらっしゃるかもしれませんけども、マリオットボンボイアメックスプレミアムカードは入会時それから更新時に宿泊実績がボーナスでいただけます。それが15泊分になりますので、15泊分をカードで埋めるとなると残り35泊すればプラチナエリートが獲得できますので、このプロモーションで全て獲得するならば18泊をすれば18泊の2倍ということでですね、36泊が獲得できますので、15たす36で51泊が獲得できるわけですね。プラチナエリートは50泊で十分なので1泊余っちゃいますので、このプロモーションでは17泊をして2倍にして、残り足らない1泊はプロモーションが終わった後に獲得するっていうやり方もありですよね。続いてチタンエリート見ていきましょう。チタンエリートは年間75泊で獲得できるんですけども、このプロモーションでチタンエリートを獲得する場合には、すべてこのプロモーションの宿泊で達成する場合には38泊をすれば2倍になりますので、76泊ということでチタンエリートが獲得できるわけです。これも1泊余っちゃってますんでね、このプロモーションでは37泊をしてそれが2倍になって74泊、さらに足らない1泊はプロモーション終了後にゆっくり宿泊することで75泊を達成するというやり方もありでございます。またマリオットボンボイアメックスプレミアムカードお持ちの方であれば、15泊の宿泊実績が1年間でいただけますんでね、カードの15泊にこのプロモーションで30泊をすれば30泊 ×2 ということで60泊プラス15泊で75泊でチタンエリートが達成するわけです。またチタンエリートを達成する間にですね、50泊を先に達成すると思うんですけども、50泊達成すれば年間チョイス特典が獲得できます。そこで5泊の宿泊実績を獲得するともっと楽にチタンエリートを獲得することができるんですね。マルトボンボイアメックスプレミアムカードを持っていて年間チョイス特典5泊を選んだとするならば、このような計算式になります。マルト
ボンボイ MX プレミアムカードの更新後に15泊がいただけますので、プラス年間チョイス特典で5泊獲得すると20泊ここで獲得できますので、残りは28泊をこのプロモーションで宿泊すれば、それが2倍になって合計76泊を達成することができます。これも1泊余っちゃってますので、プロモーションでは27泊をこなして、足らない分1泊はプロモーション後にゆっくりと宿泊するというやり方もありでしょうね。なお1点注意事項なんですが、マリオットボンボイアメックスの宿泊実績特典の付与のタイミングなんですけども、これ入会のタイミングによってそれぞれ変わってきますので、具体的にいつのタイミングで付与されるかはアメックスのデスクに確認してみてください。はい、皆さんはこのプロモーションどのように活用するでしょうか。まあ私の場合はいきなり50泊75泊100泊をこのプロモーション期間中に達成するというよりもですね、プロモーション中にできるだけ宿泊実績は可能な範囲で稼いで、足らない分はプロモーション終了後にゆっくり宿泊したいな、なんていうふうに考えております。皆さんはいかがでしょうか。ぜひね、計画的にこのプロモーションを活用して、より高いエリートステータスを獲得して、このマリオットボンボイを楽しんでいきましょう。以上、今回はマリオットボンボイ2023Q1 グローバルプロモーションを解説しました。マイラス TV でこのようなマリオットボンボイの活用についてガイドしていきますので、ぜひチャンネル登録をして配信をお待ちください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。